リカルド・アルベルト・シルベイラ・デ・カルバーリョは、ポルトガル・アマランテ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。元ポルトガル代表。現在は、リーグアンのオリンピック・マルセイユ・アシスタントコーチ。1978年に、ポルト近郊の都市、アマランテに誕生。1996から97シーズンに、 ポルトガルの名門 FC ポルトの下部組織に入団。翌年にはトップチームでデビューを果たした。1999から0.2000から01シーズンはレンタル移籍されたが2002年にジョルジュ・コスタの代役としてジョゼモーリーニョに抜擢されると2002から03シーズンには多くのタイトルを獲得。カルバーリョはポルトガル年間最優秀選手賞を受賞する。 活躍をした。2004年には、リーグ、スーパーカップ連覇の他クラブ2度目となる UEFA、チャンピオンズリーグ優勝を果たし、チャンピオンズリーグに全試合フル出場した、カルバーリョも、UEFA 最優秀 DF 賞、UEFA チームオブザイヤーを獲得した。また、その年のバロンドールでは、ルートファミステルローイと並んで、ディフェンダー最上位となる9位に選ばれた。 そうした活躍で注目を集めたカルバーリョに対して2004年夏の遺跡市場でインテルや FC バルセロナ、レアルマドリード、マンチェスターユナイテッドなどが獲得のための調査を行い、レアルマドリードは遺跡金700万ポンドを提示した。しかし、ポルト側は2000万ポンド未満でのオファーは受け付けないとし、そのオファーを拒否した。その後、ロマン・アブラモビッチが買収して、 資金力を得たチェルシーから移籍金3000万ユーロのオファーを受けた。チェルシーでプレーするカルバーリョその後、モーリーニョ、パウル・フェレーラと共にチェルシーに移籍。マルセル・デ・サインに代わる存在として、ジョン・テリーラと共に強固なディフェンス陣を形成し、50年ぶりとなるリーグタイトル獲得に貢献すると共にカーリングカップの2冠を達成する。ノリッチ式戦では初得点を記録。 2005から06シーズン、カルバーリョは開幕戦に自身を出場させなかったモーリーニョに対し、公の場で不満を爆発させた。それに対して、アーセナル戦でメンバー漏れし、8万5千ポンドの罰金を課せられた。その後本人は謝罪。この直後に1試合だけ、左 SB で出場させられた。その試合では一得点決めている。 2006から07シーズンは、チェルシーの選手の多くが怪我に見舞われ、テリーに代わって、ディフェンスリーダーを務める機会も多くなった。そのシーズン、モーリーニョは、06から07シーズンでは、チェルシーで、最も信頼のおけるディフェンダーと語った。4月7日に行われた、トッテナム戦では、30ヤードの距離からシュートを決めた。4月28日のボルトン戦で足を負傷してしまい、 UEFA チャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグのリバプール戦 FA カップ決勝のマンチェスターユナイテッド戦に欠場した。2007から08シーズンはモーリーニョが去ったことによりレアルマドリードから興味が伝えられるも残留。チェルシーでの150試合目となるミドルズブラ戦では決勝ゴールも挙げた。また4月26日のマンチェスターユナイテッド戦で プレミアリーグ100試合出場も達成した。そして5月にはジョーコール、ミハエル・バラックラと共にチェルシーのプレイヤー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。一方でカルバーリョは再びモーリーニョの下でプレイしたいと希望を語った。翌2008から09シーズンでは怪我が増え数週間以上の離脱も多くなっており、18試合の出場に止まった。2009年夏、カルバーリョは 最初の4シーズンは素晴らしかったが、最後の1年は違ったとして、かつての恩師であるモーリーニョが率いるインテルへの移籍を志願した。結局その年は残留し、コミュニティシールドを獲得したほか、プレミアリーグ FA カップも制した。8月9日に行われたマンチェスターユナイテッドとのコミュニティシールドでは、 ルイスナニのゴールによって1点ビハインドで迎えた後半にダイビングヘッドから同点ゴールを決めるなど勝利に貢献しその試合のマンオブザマッチにも選ばれたその後も12月20日のウエストハムユナイテッド戦でチェルシーでの200試合出場を果たしたしかし2010年3月24日のポーツマス戦でまたしても負傷してしまったチームを離れている間テリーとアレックスが ファーストチョイスとなり、さらに、ポルトガル代表監督であるカルロス・ケイロスが、カルバーリョが、南アフリカ W 杯のメンバーに入れない可能性も、示唆した。その怪我によって、リーグ戦や FA カップ決勝に出場することができなかった、カルバーリョは、チェルシーからの対談、そして、モーリーニョが、新たに監督として就任したレアル・マドリードへの遺跡願望を語った。 2010年8月10日、遺跡金670万ポンドの2年契約で、レアルマドリードに遺跡、サンド、モーリーニョの下でプレーすることとなった。マジョルカとのリーグ開幕戦では先発出場し、ホーム初戦である第2節、オサスナ戦では、クリスティアーノ・ロナウドのパスから、決勝点となる遺跡後初ゴールも挙げた。その後も多くの試合に先発出場し、 サンティア・ゴベル・ナベウで行われたアトレティコ・マドリードとのダービー戦でも前半13分に得点を決め試合のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。出場すれば経験豊富な、老快な技術で守備陣を統率するも近年はレーもあってか負傷の頻度が増えている。2011から12シーズンは背中や膝などの故障に悩まされ2012年1月18日に 行われたコパデルレーでのエルクラシコで4ヶ月ぶりに戦線復帰した。しかし、その後もセルフィオラモスとペペラが重宝され、出場機会は激減。2012から13シーズンは開幕前に移籍先を探していたが結局見つからず、契約延長オプションで残留したが、ラファエル・バラーヌに背番号2を奪われ、ついに構想外となった。しかし、 シーズン中盤にペペが怪我で長期離脱しラモスも長期出場停止処分を受けてしまい CB の層が一気に薄くなってしまうという事態に陥ったことで再びカルバーリョは出場機会を得てそこで以前のような輝きを見せチームの窮地を救った2013年5月28日自由契約で AS モナコに移籍契約期間は1年 2017年2月15日、中国サッカースーパーリーグ、上海上校に加入した。シーズン終了後に、現役引退。ポルトガル代表でのアール・カルバーリョ2003年10月11日、アルバニアとの親善試合で、ポルトガル代表デビュー。ユーロ2004のグループリーグ初戦である、ギリ初戦後、フェルナンド・コートから、スターティングメンバーの座を奪った。大会では、 優秀選手に選ばれ、ポルトガルの準優勝にも貢献。アラン・ハンセンにソル・ギャンベルと共に、大会で最も優れたディフェンダーに挙げられた。ドイツ W 杯の準々決勝、対イングランド戦で、ウェイン・ルーニーに股間を踏まれる。この行為により、ルーニーは、レッドカードを掲示されて退場させられた。その際、クリスティアーノ・ロナウドが、ポルトガルのベンチに向かってウィンクする映像が、 映し出されたことにより、イギリスのメディアは、ロナウドの抗議が、オラシオ・エリソンドの判断に影響を与えたのではないかと推測した。その試合は結局、PK 戦までもつれ込むもポルトガルが勝利した。準決勝のフランス戦、カルバーリョは、ペナルティエリア内で、ティエリアンリに対して、ファールを犯して、PK を与えると、ジネディーヌ時代に決められた。それが決勝点となり、 ポルトガルは敗れた。3から1で敗れたドイツとの3位決定戦には、累積警告で出場することはできなかった。その試合を除くすべての試合に出場し、大会のオールスターチーム23人にも選ばれた。ユーロ2008では、グループステージのトルコ戦、チェコ戦、準々決勝のドイツ戦の3試合に出場。南アフリカ W 杯でも先発に選ばれ、ブルーのアルベスト、 df コンビを組んだ。2011年8月31日に行われた代表遠征の練習において控え組に回され、それに不満を持ったカルバーリョはパウロベント監督と衝突、代表キャンプを途中で放棄した。この騒動によってカルバーリョは代表から追放され、ベントもリカルドが望むなら、私はいつでも彼と話す準備がある。しかし、 プロフェッショナルとしての見解で、このままなら私は自分の意見を変えることはないと語った。また、カルバーリョも代表引退の考えを明かした。その後ベントは話し合いの場を設け、代表復帰の可能性も示唆した。しかし、ポルトガルサッカー連盟は、この騒動を重く受け止め、カルバーリョに対して1年間の代表戦、出場停止処分を課した。年月、 新たに監督に就任したフェルナンド・サントスによって3年ぶりに代表に招集された。2015年3月29日の UEFA、ユーロ2016予選、セルビア戦では代表では8年ぶりとなるゴールを挙げた。その後もコンスタントに招集され、本大会のメンバーにも選出、グループリーグの3試合に出場した。決勝トーナメントでは、 ジョゼフ,フォンテにポジションを奪われて、出番がなかったが、それでもポルトガル代表の初優勝に貢献した。2019年7月、リーグアンのオリンピックマルセイユの監督に、就任したばかりの旧知のアンドレビラス・ボアスの将兵を受け、アシスタントコーチに就任。鋭い読みで、相手の攻撃を寸断し、ラインコントロールや後方からのビルドアップなど、頭脳的なプレーも一級品の守備職人。 空中戦に強くテクニックもあり、そのプレイはかつてイタリア代表や AC ミランで活躍したフランコバレージとも比較されている。ファウルまがいの激しいプレイもいとわず、チェルシー時代に自分の体はプレミアリーグの一般的なセンターバックに比べて決して強くはない。しかし、激しいプレイやタックルが好きで芝の上を滑ることが好きだと語っている。チェルシー遺跡初年度。 タフで、フィジカルの強いイングランドの選手に対抗するため2005年5月から、ジムに通い体を作った。同郷であり、FC ポルト時代の恩師であるジョゼ・モーリーニョを最高の監督と語っており、ポルト、チェルシー、レアル・マドリードと異なる3つのクラブで、モーリーニョの下でプレーした。ポルトガル人の夫人との間に2人の子供がいる。2016年6月8日、 現在、チェルシーでのカルバーリョ、ありがとうございます。